はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、失敗しないお薬の上げ方について今日お話しさせてもらおうかなと思います。まあお腹が緩くなりましたとか、ね、吐きます、戻しね、お尻が下痢しますとか、まあいろんな、まあ他にいろんなありますよ。お鼻が痒くなってとかね、何かしらね、この錠剤っていうんですけどね、こう白い、いろんな色でもいいんですけど、お薬をまあこう口の中から食べなきゃいけない。この時に、やっぱりね、揚げ方をちょっと間違えてしまうと、やっぱり失敗するんです。なので、その失敗しない揚げ方っていうのを今日ね、お話しさせてもらおうかなと思いますので、ね、まだ一回もお薬飲んでない、飲んでことない方は、やっぱ頭の片隅に置いてほしいし、あ、ちょっと私これやっちゃってるなって方は、ぜひね、今日実践してほしいかなと思います。じゃあ本題入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram させてもらってます。ブログの方は僕の思いをお話しさせてもらったりだとか、インスタグラムに関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップさせてもらってます。下の概要欄からチェックできるんで、よかったらチェックしてみてください。じゃあ早速ね、失敗しないお薬の上げ方ってことなんですけども、まずは失敗する方法から学びましょう。はい。じゃあどうやったら失敗してしまうのか、これで本当によくあるんですけども、フード、いつものご飯ですね、1日2回やら3回やら食べてるじゃないですか、あの中に混ぜる、これ失敗します。はい、混ぜちゃダメなんですよ。はい、失敗しないためにはこれを混ぜちゃダメだっていうことをまず覚えておいてください。結構言われませんか、こうフードに混ぜてあげてくださいねってね、あると思うんですけども、薬っていうのは基本的にやっぱまあまあその子その子ではあれですけども、やっぱ人間も一緒ですから、なんか苦かったりしません？美味しくはないですよね、完全に。だからやっぱりお薬もし苦かったりとか感じると、あれワンちゃん毒って感じちゃうんですよね、苦味って基本毒に感じるんで。なので、毒と感じてしまえば、要はね、フード、中に毒が入ってるんですよ。これ食べなくないですか？人間もそうですよね。なんかなんだ、いつの時代かわからんけど、ね、こんな入ってて、毒がもし入ってたら、わ、いただきますとかって食べないですよね。それと一緒なんです。はい。なので、フードの中に混ぜてあげると、どう？なんか薬だけペッと出すんですよ。あれも味が分かってるから苦いって嫌だったんですね。で、それをずっと続けてると、もうフードの中、フードイコール、またあれが入ってるってことで、このフードに対して悪いイメージが突き出すんです。はい。なので僕はフードに混ぜるやり方っていうのは、あまりおすすめせんかな。っていう感じですね。まあもうバカーンってもう瞬殺というかサカーンっていっちゃって、もう全然気づかない子はまあ話は別かもしれないですけども、やっぱりちょっと慎重にこれ食べる子、もう一生懸命ボクパクパクこれで、ね、食べる子っていうのはね、こう、うわ苦いとかって一回思っちゃうと、それがね、お薬使わなくなった後の延長線なんですよね。治った後も大変になっちゃうので、まあ基本的にはフードの中に混ぜるっていうのは僕はおすすめしないっていうことをお話しさせてもらってます。じゃあどうしたらいいんですかということで、宿題でお話しさせてもらおうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今日は、失敗しないお薬の開け方ということで、フードに混ぜるのは僕は記憶力、やめてた方がいいのかなね、印象が悪くなっちゃって治った後もややこしいってことなんですね。じゃあどういう風にしたらいいんですかってことなんですけれども、混ぜるのであれば、ね、こうなんか、口開けて、ね、喉の奥入れて、さすってとかあるんですけども、あれ結構難しいじゃないですか。で、まあ、もし混ぜるのであれば、フードとか、あとしつけとかで使ってるおやつ、そういったもの以外の特別なやつ、ものすごく美味しいお肉だったりだとか、牛肉とかでもいいですよ。ね、そういったものに混ぜ込んであげ、チーズとかでもいいですよね。はい。で、そういう子で、あげてあげるということです。はい。でやってあげると、まあ、それに対して悪いイメージがつこうが、ご飯をちゃんと食べてくれるんで安心じゃないですか。で、一番何が大変って、毎日の食事を食べてくれないことなんですよ。チーズ食べれなくなっても別に困りはしないので、極端な話でね。はい。ということなんです。まあね、お薬だけでね、パッとパク食べる子も中にいますけどもね、それでここは、本当にラッキーだなと思って、そのまま続けてあげてもらってもいいかなと僕は思います。ね、もうちょっとなんか、あーなんかお薬でちょっと微妙だな、ね、怪しいなって子は、やっぱ特別なものに混ぜてあげて、ストレスにお互いなく、ね、お薬やってほしいかなと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。